さてと。あれは俺たちと交わした契約書。やっぱ金庫にしまってたんだ。1枚2枚3枚あいつ札束数えるみたいに契約書数えてニヤニヤしてるんだぞ。陰湿な趣味だな、うん、そろそろ戻りますかね。もう少しで見つかるところだったんだぞ。待て、見ろ、テーブルの上に1枚契約書が置きっぱなしになってるぞ。マジか、ラッキー。拝借して破けるかどうか試してみようぜ。アズールのやつ意外とおっちょこちょいなんだぞ。どれどれ。おやおや、電気ナマズの攻撃でも食らったかのように震えて無様ですね、皆さん。てめえら気づいてたのか。当たり前でしょ、机の下から丸見えでしたよ、そのふさふさの尻尾がね。どうやら君たちは契約書を盗もうとしていたようですが、実は僕以外が触れると電流が流れる仕組みになっているんです。残念でしたね。そこまでするか。言ったでしょう、僕の契約書は絶対に破くことはできないと。こいつらバカじゃん。なんで結果が分かりきってんのに挑んでくんの。フロイド、そんなに笑ってはかわいそうですよ。彼らなりにない知恵を絞って頑張っているんですから。大事なものを盗もうとする悪い子にはお仕置きが必要ですね。二度とこんなことを考えないようにしっかりしつけなくては。順番にゆっくり締めてあげるからね。来るぞお前ら。